襲撃される事件が発生しました。残された証拠品の、はい、こんにちは、ビッグボーイです。バトルフィールドハードラインマルチプレイ、今回はバンクジョブでブラッドマネーっていうモードをやっていきたいと思います。このモードは金庫か何かが、マップの中心付近にあるんで、それをお金を持てるだけ持って、そして味方拠点に戻ってきてお金を詰めると、でそれで150ポイントまで到達した方が勝ちっていう、なんていうんだよね、ポリスと強盗によるお金の奪い合いみたいな、そういうものです。エンフォーサーのショットガンでやっていきたいと思います。よし、もうショットガンベータテストの時めちゃめちゃ強かったんだけど製品版ではどうなったかな。で、装備には、ガスマスクに、あと、あれ、グレネードになっちゃってんな。あとで、毒ガスに装備し直そう。さあ、現金を奪う。敵いないな、取っちゃおう。あ、見える、見える、見える。いない。さあ、現金は最大10個まで持ってるので、持てるだけ持って味方拠点に逃げる。さあまだ持てる、もう少し持てる。さあここからめちゃめちゃ早く回収できる。5個目からめちゃめちゃ早く回収できる。さあ帰ろう。さあ今マックス持っております。さあ味方銀行そこ、おしおい、はい、オッケー、銀行に収容。んで、また取りに行く。さあ、味方がもうだいぶ持ってったからね、もう50ポイントまで溜まってるんですけども、これを繰り返してお金が最も多かった方の勝ちと。あ、グレネードミスった。ちょっと敵を置いたら倒していこうかな。味方だった。あ、味方めっちゃいるな。金だ、金だ。あ、味方が多ければ多いほど回収が早いのかな。OK。金だ金だ。ゲット、マックス。逃げる。敵が全然攻めてこないな。閉めないで。敵がいる。まずい。待って、行っちゃえ。はい、回収。敵が一戦も回収していかないな。さあ敵がいるのか。さあこっちから行ってみようかな。アシスト。さあお金をいただく。味方超いるな。あれ、これすぐ終わっちゃうんじゃないか。もうこんだけやりゃいいっしょ。よし、ゴーゴーゴー。OK。 あ、ショットガンやっぱちょっと弱くなってんのかな。敵上に、あ、終わった。はい、というわけで早すぎ。待って、これまだ5分も経てないんだけど。まあこれがブラッドマネーという、まあチームに偏りがあるとこうなってしまうモードです。じゃあ、めっちゃ早かったけど、じゃあ、今回は、警察側の勝利で、はい、ご視聴ありがとうございました。